川龍介です、僕のですね、地元長崎でですね面白い試みがスタートします。まあね、この昨今のこの新型コロナウイルスの影響で、まあ、お店もですね、まあ、会社もそしてまあ僕らね、個人一人一人もですね、まあ、先行きもですね本当にこう厳しい中ですね、まあ、大変ねこうストレスを感じているかと思います。まあ、そこでですね長崎から世界初オンラインライブイベントがこの YouTube に誕生しました。その名もですねデンデラ TV と言います。このデンデラなんですけれども間違ってたら申し訳ないんですけれども長崎に伝わるわらべ歌でデンデラリューバというねわらべ歌があるんですけれどもそれがねモチーフになってるんじゃないかなと思うんですけれどももし関係者の皆さん見ていて間違ってるよリガドっていうことだったら大変申し訳ございません。このデンデラ TV なんですけれどもこの世界初オンラインライブイベントなんですけれどもまたこのねオンラインライブイベントを楽しむ時に何が必要になってくるかというとやはり食べ物料理ですよね。このお料理もですね長崎の地元タクシー会社と連携をしまして長崎の飲食店の味をですねお届けできるんです。長崎はですね皆様ご存知の通り被爆地という側面とですねやはりこう、まあ、大水害であったりとかそして台風の被害であったりとか、まあ、そういうですね、まあ、天災にもですね襲われながらもですね驚異的なスピードでですね復興を成し遂げたというねあの長崎スピリットっていうんですかねあるんですよね。この長崎スピリットをもとに長崎の有志の方々が熱い思いで立ち上げたデンデラ TV ぜひ応援してください。今回のですね動画の概要欄にもですねデンデラ TV、ご紹介しておりますのでぜひご覧ください。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では平田雄介今日の1枚第12回目いきたいなと思います。平田雄介の今日の1枚第12回この方をご紹介したいなと思います。作曲家そしてピアニストでもありそしてシンガーでもあったですねマット・デニスをご紹介したいなと思います。マット・デニスはですね1914年アメリカのシアトルでお生まれになります。先ほど言ったようにですね作曲家でもありピアニストでもありシンガーでもあるんですけれども、まあ、そういう肩書きもあるんですけれども、まあ、僕自身はですねやはりこのマット・デニスの魅力はですねやっぱり作曲の卓越した能力だと思います。それはですね今なお、ジャズスタンダードとしても有名であります。エンジェル・アイズそして Will You Still Be Mine コートニスミレオ Everything Happens To Me もうこのね代表的な曲はですねこのマット・デニスによって書かれた名曲たちであります。1933年にですねマット・デニスはプロとして活動を開始します。まあその頃にはですねもう作曲活動も合わせてやっていたようです。1939年にはですねまあ当時第二次世界大戦の最中だったんですけれどもその時にマット・デニスはですねアメリカの空軍に所属しましてそこでグレン・ミラーとですね演奏活動を共にします。その後はですねその後はですね50年代以降はですねロサンゼルスそしてニューヨークを中心としてですね演奏活動を活発化させていきます。なんと1955年にはですねマット・デニスは自分自身のテレビ番組を持つんですよね。でそのテレビ番組にはですね数々のジャズミュージシャンがこぞって出演したようです。まあねそんなねテレビ番組まあ僕がちっちゃい頃はね、もう本当にレジェンドであります渡辺貞夫さんであったりとかそして日野照正さんだったりとかっていう方々がですねテレビ番組に出てそれこそね本当にジャズの演奏だったり、まあ、トークをされていたりとかなのでその1950年代からですねそういうジャズミュージシャンがテレビに出てそしてマット・デニスが司会する番組があったということで非常に素敵だと思います。そんなですねマット・デニスなんですけれどもやはりこう演奏活動
はですね、やはりこう50年代、まあ、60年代に入ってからはですね、まあ、数はですね少なくなっていくんですけれども、やはり作曲活動においてはですね、やはり力を入れていくことになります。まあ、数々のですね名曲を残したマット・デニスなんですけれども、2002年アメリカのカリフォルニアでお亡くなりになります。去年88歳でした。今日はですね、もう本当に素敵なアルバムだと思います。もうこのご時世にぴったり、まあ、このご時世にぴったりで何回もねこの平田祐介の今日の一枚で言ってるんですけれども、この一枚もですね本当に素敵な雰囲気で満たされたアルバムかと思います。そのアルバムはですね1953年に録音されましたマット・デニス Praise and Sings というアルバムです。ロサンゼルスのクラブタリー・ホーというクラブでの実況録音版になります。このマット・デニスはですね自分自身のピアノトリオを従えまして、非常にですねリラックスしたライブを展開しております。まあ、ピアノプレイはさることながらですね、やはり歌声ですよね、まあ、軽快で、そしてユーモアを交えながら非常に素敵なですね歌声を聞かせてくれます。このですね何とも言えないリラックス感、ぜひ皆様に味わってほしいですね。こういうアルバムをですねやはりこう好きになってくるとですね、ジャズの面白さがですねもっともっと奥深くなっていくかと思います。先ほどもですね、僕言いましたけれども、エンジェルアイズだったり Will You Still Be Mine だったりなどのですね代表曲、まあ、ジャズスタンダードの名曲ですね、まあ、なおですねジャズミュージシャンに愛され、そして演奏されて、そして歌い続けられて、本当にこのジャズスタンダードの名曲をですね、彼自身の代表曲ですよね、代表曲をですねこのアルバムではですね、やっぱり自作自演という形なんですけれども、ライブを通して非常にですね楽しい、そしてリラックスできるレアなアルバムになっているかと思います。非常に、まあ、リラックスして、そしてまあねこう温かい気持ちになるアルバムなんですけれども、ますますですねそういう気持ちになれるような要素がありまして、それは何かというと、マット・デニスのですね、まあ、奥様になりますバージニア・マクシーとですねデュエット曲がですね含まれているんですね。まあ、このデュエット曲はですねこのアルバムを通して2曲ほど入ってるんですけれども、これがですねいいんですよね。また実際は分かりませんけれども、夫婦仲良かったんでしょうね。もう夫婦仲が良かったとしか言いようがないですね。名演がこのアルバムで展開されております、ね、その2曲がですね非常にですね心に残る名演でありまして、この2曲だけしか演奏されていないっていうのがですね非常にですね僕的には非常にもったいないかなと思っています。このアルバムなんですけれども、今は亡きジャズ雑誌でありますスイングジャーナルのですねゴールドディスク大賞を受賞しているアルバムなんですよね。ですので今なおですね、まあ、国内においても非常にまあ比較的ですね手に入りやすいアルバムでもありますし、もちろん CD 化もされております。ですのでもちろんレコードとして楽しむこともできますし、で CD でもですね楽しむことができますので、ぜひですねこのアルバム皆さんにの元に届けたいなと思います。やはりですねこの1953年当時のですねこのジャズクラブ、やはりこうリラックスして、まあその当時はね皆さんタバコも召していたと思いますから、やはりこう煙がもくもくとしながらですね非常にスモーキーなね空間の中、この当時のですねジャズクラブのリラックス感だったり、そしてラグジュアリー感がね非常に満載なねジャズアルバムですので、まあ歴史的観点を見てもですねこのマット・デニス Praise and Sings、 歴史的な価値があるように思います。このアルバムが楽しめるようになると、もっともっとジャズの裾野が広がっていくかと思いますので、マット・デニス名演奏楽しんでみてください。平田祐介の今日の一枚いかがだったでしょうか。この動画に対するいいね、そしてチャンネル登録はこちらから。ご視聴ありがとうございました。